皆さんこんばんは。慶応大学の、梅島と申します。今日は、夜の時間に、私にこんな貴重な機会をいただきましてありがとうございます。私は実は、20年前、宮崎の、福島の水産会社で仕事をしてまして、週に1回の楽しみが、博多に飲みに行くことだったんですけども、いつもですね、その帰りにですね、延岡に寄って、アジを食べて帰るというのが日課でございました。で、20年経ってまた何かの縁で延岡市の皆様と一緒に、新しいことに挑戦できることをすごく嬉しく思っています。で、今日、発表させていただく内容は2つ大きなキーワードがあります。1つは同時双方向遠隔授業という話と、もう1つは新しい学び論理コミュニケーション、この2つが今日私からご紹介させていただくキーワードです。で、実はこの論理コミュニケーション遠隔授業ということなんですが、これは私個人の研究テーマでは全くなくて、私は慶応大学の中のさまざまな先生たちのバトンを引き継いでいる状況にあります。ですので、先輩方の先生方は梅島はまるでお前が何かやりきったように自慢話をするんじゃないというふうに怒られるような感じを持って今日は説明をさせていただきたいと思っています。で、個人の研究テーマはですね、何かというと、私の専門の研究は次世代のエネルギーシステムにおけるサイバーセキュリティの設計になります。で、実は今日、新しくですね、世界に向けてこのようなセキュリティで次の世代のエネルギーシステムを作るべきだという提案を開始したところでございます。先ほどメールをチェックしたらすごく大きな反響があってですね、自分の研究がエネルギーなのに本当に、これをやっていいのかというふうに思うんですが、今日はですね、延岡中学の学生の皆さんに延岡代表として新しいチャレンジをしていただきましたので、その成果というのを発表させていただきたいというふうに思っています。まず延岡市と慶応大学、いろんなことを読谷山市長と何ができるかということを話し合ってきました。いろんなことができるというふうに思っています。一つは慶応大学は実はこの国にインターネットを持ってきた大学です。その父は誰かというと村井淳先生って言いまして、彼と話すとこう言うんですね。インターネットは俺が作ったって言うんです。本当なんです。で、私の上司はアメリカでインターネットを作ったというデビッド・ハーバー先生って言います。インターネットを作って、そしてそれを世界に広めたというところをずっと学術的にやってきた、それが私たち慶応大学 SAC 研究所のインターネットのエンジニアだというふうに思っています。そして延岡市は海山市長を中心に教育で新しい価値を子どもたちに届けていきたいということを本気で考えられている全国1700の都市のリーダーとなる都市だというふうに慶応大学の研究者はみんな思っています。で、今年の3月に協定を発表しました。いっぱい項目がありまして、書ききれない項目があったんですが、何とか頑張って10項目に収めました。10項目のこの協定の内容を確実に実行していこうということを決めました。今日皆様にご紹介させていただくのは、そのうちの上2つ、1つ目が同時双方向遠隔授業という取り組み、そして2つ目が論理コミュニケーションという取り組みになります。で、少し皆さんに今の学校の現状っていうのを共有したいと思います。私も昨日自分の大学の今学期の最初の授業がありました。学生の半分が海外の学生でした。で、その海外の学生たちはどこから参加しているかっていうと、自分の国から参加しています。なぜか新型コロナで日本に入国ができないからです。でもですね、大学の授業は普通に行われているんです。今子どもたちは例えば大学に行ったりとかした時に大きな変化に直面することになります。
どういうような変化っていうところが起こってくるかっていうです。これ我々共有できるのは一番下の話かなと思ってます。従来学校で学んできた国語算数理科社会、これを頑張ろうっていうのは、これは大人も子供もみんな共有してわかるんですけども、今の子供たちそれ以外にも新しい学びっていうものを実やらないといけなくなっています。それは世界的な流れでもあるっていうところがあります。3つ大きな事例をご紹介したいというふうに思います。1つは英語で討論する力、これを身につけないといけませんということになっています。これはどこに書いてあるかっていうと、中学校3年生の英語の教科書にそう書いてあるんです。次に論理的に物事を伝える力っていうのを身につけないといけません。これも中学校3年間をかけて確実にやっていきましょうっていうことが教科書に書いてあるんです。もっと早いところは小学生にはコンピューターを操れる力を身につけましょう、プログラミングをできるようにしましょうっていうことを、これも教科書に書いてあるんです。今までの従来学校で学んできた学びに加えて新しい学びを実現しないといけない。子どもたちの学びの多様化というのが非常に大きくなってきて、これを学校の先生だけやるのはすごく大変なんです。ですから外の先生の力が必要なんです。そこで生まれてくるのが同時双方向遠隔授業ということになります。例えば今日私は延岡の方に来させていただきましたけども、読谷市長とはもう毎週のように遠隔で会議をやっています。かなり細かなところまでやっています。今日私が一番大変だったことは東京からここまでの移動でした。何時間かかったかというと、私が家を出たのは朝7時です。そして着いたのが1時35分8分に延岡駅に着きました。でその後延岡駅からここまでタクシーで来まして、そして2時からは今度は東京の官庁の会議に遠隔で参加しまして、それが4時間半ぐらい続きまして、気づいたら6時過ぎになっていました。何を言いたいかというと、移動することが一番大変なのであって、遠隔授業が使えるようになれば、遠隔会議が使えるようになれば、その時間的なコストがすごく小さくなるので、多くの外にいる方が延岡に入ってきたりとか、延岡で教育ができるということが低コストで実現します。でなんでここまでこの取り組みを慶応大学の我々は20年近くやってきているんですが、なんでこれに固執するのか、ここまで熱心にやるのかということなんですが、これは教育に関する大都市と地方の町の格差を拡大させてしまうからです。例えば福岡だと英語で討論する力を身につけることを教えてくれる専門の先生、学校に呼ぶことって簡単なんです。東京だと簡単なんです。延岡だとそれが難しいんです。ですから延岡でも東京と同じように、またそれ以上に新しい教育が実現できるようにしたい。これが遠隔授業をやるための最大の目的です。じゃあどういうものを推進したいかというと、競争ではなくて共同、先生と先生が共同する、生徒と先生が共同するっていうような技術として遠隔授業を育てていきたいというふうに思っています。で遠隔授業、遠隔授業っていうと一つだけ誤解が生まれると思います。私もこの制度作りを国の中でずっとやってきましたけども、どうしてもイメージの中に遠隔授業っていうと、あらかじめ先生がスマホのところで全部授業を録音しておいて、それを生徒は聞いて覚える、それが遠隔授業っていう誤解がありますけども、今延岡中学校、そして延岡市全体でやっていこう、また国全体でやっていこうという遠隔授業は同時双方向という遠隔授業です。それは
生徒と先生は同じ時間に授業を行うっていうところが一番大きな違いです。ですから事前に先生がどっかに貯めていったものをスマホで一生懸命タブレットで後から生徒が見るっていう授業ではありません。同じ時間に先生は目の前にいます。ですからこれは、長崎県のある高校の図でございますけども、先生と生徒を同じ時間に授業をやってますから、質問すれば先生が答えることもできますし、分からないことがあったら生徒は質問することもできます。逆のことを言うと、先生が生徒を叱るっていうことも遠隔授業同時双方向で行われます。そういうような遠隔授業をこの4月から延岡中学校で先導として進めさせていただきました。で、実はこのシステムというのが全国の学校でできるようにしよう、全国の小中高合わせて3万5000の学校があるんですが、全国の学校でできるようにしようということで、ギガスクール構想と言われている構想が今推進されています。で、延岡中学校にもそのようなシステムが実現しているというところになります。で、ここまでして同時双方向の遠隔授業、遠隔地の先生が延岡の中学生小学生に授業を教えるっていう構図をなんでここまでしてやるのかっていうのは、もう一つの今日私がお伝えしたいキーワードの論理コミュニケーションという新しい学びです。一言で言いますと、それは論述力っていうことになるんですが、じゃあどういうようなニーズがあるのか。一つは2021年の今年の4月から高校では来年の4月からこの論述力っていうのは身につけなければいけない必須の力ですっていう教育が始まります。それを延岡は今先取りしてるってことになります。で、なんでこんな教育が必要なのかっていうのは、今延岡市が立候補しているスーパーシティのような新しいデータを中心としたまちづくり、また新しい情報通信インフラの世界においては必須な力だからです。ソサイティ 5.0 って言い方もしますけども、データを中心とした社会では異なる年代や背景を持つ相手とのコミュニケーション力がないと新しいモデルを設計することができないので、高いコミュニケーション力を持ちましょうということになっています。先のことを言いました。もっと近視眼的なことを言うと、ここの10年間この国で就職するとき、企業で就職するときに一番大事な力は何ですかって言ったら、この10年間ずっとコミュニケーションになります。仕事をする上でコミュニケーションっていうのはすごく重要になっています。で、そのような論理コミュニケーションの、コミュニケーションはみんな持ってるよ、ついてるよって思われるかもしれませんが、実際はですね、どういう能力かというと、社会に受け入れられる方法で自分の論を発信できるっていう、そういう力になります。中でも大事なことは何かというと、自分と異なる意見を持つ人と意見交換ができる、そういう力を身につけないといけない、またそういう力を身につけるようにするための教育が論理コミュニケーションという教育です。で、慶応大学の我々研究メンバーはそれを20年かけて研究してきました。15年間が基礎研究で、2018年からは臨床研究といいまして、全国の先導する中学校や高校で実際にこれを推進してきました。書いてあるとおり、2003年に研究を始めてですね、2018年に教育の形として出来上がったっていうのが論理コミュニケーションです。で、形はどういうものかっていうと、実はすごくシンプルで、5つのステップと9つのルール、実はたった9つのルールを覚えるだけで、誰もが論理的なコミュニケーション力を身につけることができます。で、今日はこのことを話し出すとずっと長くなってしまうので割愛いたしますけども、子どもたちはですね、実はここに書いてあるこの単純なマス、
このマスを使いこなすのに9つのルールが必要なんです。この9つのルールを身につけるだけでこのマスが使いこなせるようになって、論理的なコミュニケーション力が身につけるということができるようになります。でこの方法論に関しては実は慶応大学出版会から論理コミュニケーションという本を出させていただきました。これが2015年のことになります。でそちらは1980円絶賛発売中なんですが、高いというそういう声もありまして、文部科学省の皆さんと相談してですね、無料でダウンロードできるっていうのを作ってしまいました。これを作った時にですね、ある本屋の社長から著者のお前はバカかって言われたんですね。片方で1980円で本を売っていて、片方で無料で分ける、なんてことをやってるんだと思ったんですが、実はですね、今の時代だとそれは当たり前のことなんです。私が今研究している教育の新しいシステムっていうのは、実は昨日アメリカのスプリンガーっていうところから出版されたんですね。そのスプリンガーっていうところの出版社の出版のやり方がすごく斬新でですね、誰もがインターネットでタダでアクセスできるんです。そうでありながら1冊7500円で本も売ってるんですね。私は世界を先導したんじゃないかと思ってるんですけども、出版社の社長にはすごく怒られた。バカかって言われたんですけど、でも無料でもダウンロードできますので、ぜひダウンロードしていただければと思います。で、延岡中学で子どもたちの論理コミュニケーション力を同時双方向に書く授業をやって、4月から10回授業をやってきました。本当にみんな頑張ってくれました。でこれは、テレビだったりとか新聞でも報道させていただいたらと思います。でその中で特に重視していることっていうのがあります。それは、本日の主題であるスーパーシティとも同じだと思いますが、子どもたちの育成のデータを正確に取っています。でここで皆さんにぜひ共有してほしいことがあります。なぜデータを取るのかというのは、誰が何点を取った、誰が A ランクだ、B ランクだっていうことを特定するためにデータを取ってるんではないんです。すべての生徒一人一人に得意な部分と苦手な部分があるんです。それをどこかっていうことを把握するためにデータを取っています。一つ、このデータを使って分かったことを皆さんにお伝えしたいと思います。延岡中学校の子どもたちは、この論理コミュニケーションの授業が始まる前から非常に多様な意見を持っている。何かのテーマに対して言いたいことをたくさん持っているということが分かりました。これは論理コミュニケーション始まる前から持っていたんです。これが評価1というところに当たるところです。もう論理コミュニケーションで慶応大学 SAC 研究所の先生が教える前から子どもたちみんな持ってたんです。多様な意見も。一方で分かったこともありました。なぜその意見を自分が持つんだろうということを事例を使って説明するっていう、その部分の力に関してはここで1って書いてありますけども、論理コミュニケーションの授業が開始されまればほとんどの学生が持っていないということが分かりました。10回の授業をやることによって27% の学生はその力を身につけることができました。もちろん残り 73% の学生がその力を完全に身につけるべく一生懸命頑張ってくれています。スーパーシティにおけるデータを取る目的は何か、それは誰かを競争させたいとか順位をつけたいっていうことではなくて、苦手を正確に把握する、それによって苦手を克服する、そのためにデータを使っていきたいというふうに考えています。でここまで遠隔授業と論理コミュニケーションというお話をさせていただきましたけれども、これをなぜやらないといけないとかという考えることに関しましては、私の師匠でもあります、昨年生まれ慶応大学の、常任理事、うちの大学で副学長を相当しますけれども、やってた国領児童が正確な言葉を言っていると思っています。
高い品質の事業を地理的差異なく届ける。そのために同時双方向遠隔事業をやるんだ。そしてそのために新しい教育の論理コミュニケーション力っていうところを延岡の子どもたちに育んでもらうんだ。高い質の教育を地理的差異なく届ける。そのためにこれからも延岡市の皆様と、そして私も所属します慶応大学 SAC 研究所との間で連携研究を、また連携的な取り組みを続けていきたいと思いますので、これを契機に、よろしくお願いします。今日は貴重な時間ありがとうございました。